こんにちは、インフォクリエイターです。今日は Excel の画面構成と各部名称について学んでいきたいと思います。 Excel の参考書やウェブページを見ると様々なキーワードが記入されています。例えばセル、シート、タブ、リボンといったキーワードです。そういったキーワードを理解しておくことで Excel の理解がすごくスムーズに進みます。今日は Excel の画面の構成と各部の名称について見ていきたいと思います。今日確認するのはこの13個の部分です。まず一つ目はクイックアクセスツールバー。クイックアクセスツールバー、これはここの部分です。クイックアクセスツールバー。次に2番目、タブっていうのはここの部分です。ファイル、フォーム、挿入、ページレイアウト、通知式、データ、校閲、表示、開発、ヘルプといった部分。これがタブです。で、3番目、リボン。リボンっていうのは、タブをクリックしたときに表示される、ここの部分です。ここの部分をリボンと言います。4つ目、名前ボックス。名前ボックスというのはここです。名前ボックス。次、5個目、数式バー。数式バーっていうのはここの部分です。6つ目、列番号。列番号っていうのはここの A、B、C、D といった部分。これが列番号です。Excel では列をアルファベットで表示しています。次7番、行番号。行番号っていうのはこちら、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 といったこの部分です。行番号3、行番号10といったように行番号が行を表現しています。8つ目、セル。セルっていうのはこれです。セル、セル。セル、セル、セル。この枠一つをセルと言います。9個目、スクロールバー。スクロールバーっていうのは、この右の下の部分になる、ここの部分です。これがスクロールバー。スクロールバーをドラッグすることによって、目的の行、もしくはこの目的の列のに瞬時にアクセスできます。10、シート見出し。シート見出しっていうのはこちらですね。シート1、シート2、シート3といった各シートの名前のことをシート見出しと言います。次11個目、ステータスバー。ステータスバーっていうのはこちら、準備完了とか表示設定とかこういったものが表示されているこの部分をステータスバーと言います。次に12番、表示切り替えボタン。表示切り替えボタンっていうのはこの右下にあるこの部分です。
標準、ページレイアウト、開ページ、プレビューといった、ここの部分を表示切り替えボタンと言います。13番、ズームスライダー。ズームスライダーとは、右下にある、このつまみ、ズームと言いますけれども、これがズームスライダーです。これをドラッグすることによって、表示倍率を変更できます。今日は、画面の構成のと、その名前を知るだけでいいので、一つずつ確認してください。クイックアクセスツールバーはここ。タブはここ。リボンはこの部分。リボン。名前ボックス。名前ボックス。数式バー。数式バー。列番号。列番号。行番号。行番号。セル、セル、セル、セル。スクロールバー、スクロールバー。シート見出し、ステータスバー、表示切り替えボタン、ズームスライダー。以上、画面構成と各部名称でした。